笑わせるなよ。出しちゃいけない本性出てるよ。はい、皆さんこんにちは。よくよく見ると、まあはるちゃんのコミュの解放条件が一番厳しいんじゃないかってことに気づいた達也です。なのでね、ちょっとこっそり、まあ、イージーモードで、まあ、ブリリアント以上を出して、まあやっと2つ解放することができました。まあでもあれだね、種類じゃなくて回数でクリア条件みたいなので、まあ頑張ります。でははるちゃんに話しかけよっと。お、どうした、なんか不安そうな顔してるじゃん。部屋にははるがいる。呼び出してごめんね。ん？あのね、相談があるの。相談？今ちょっと迷ってて。何に？みんなに言ってなかったんだけど、うん、私バレエの経験があるの。それはうっすら気づいてたよ。あのなんだろう、ロード画面かなんかわかんないけど、みんなが踊ってるところであからさまにハルちゃんだけバレエだったからさ。だから自分が踊ってる姿をイメージすると、あー、どうしてもバレエが出てきちゃって。え、全然いいんじゃないの。クラシックバレエなんて古臭いでしょ。そんなことないよ。ここじゃお門違いかな。そんなことないだよ。なんかリュウジだって、なんかえ、阿波踊りか盆踊りとかやってるって言ってたじゃん。うん、さすがお嬢様。そんなんじゃないよ、もうやめてずいぶん経つし。うん、途中からほとんど強制だったし、あんまりいい思い出がないの。まあバレエとか乗馬とか、バイオリンとかピアノとか習ってた人はもう全員なんか育ちがいいイメージがある。これじゃあみんなの足を引っ張りそうで、どうしたらいいかな。そんなことない、みんなに教えてほしいわ、むしろ。うん、経験を生かせ。そっか、考え方次第なのかな。うん、今あざといポーズ出たな。あのポーズをすることで男はときめくんよ。確かに自然と頭に浮かぶぐらいだし、バレエのことを忘れてないんだよね。うんうん、それにバレエっていろんな踊りの基本になってるし、みんなに教えられることもあるかも。そうそう、ポジティブにいこうぜ。あ、むしろん？これってチャンスなのかな。チャンス？お稽古事と違って今はみんながいるもの。みんなでやればなんだって面白くなる気がするの。確かに、まあ春次第だね。うん、どうせ踊るなら思いっきり楽しみたいな。うん、それにバレエの経験が活かせる機会なんてなかなかないものね。そうそうそう、たまには年上らしいところ見せられるといいな。まあ、回答団だと確かに最年長だしな。まあとりあえずリュウジバレエを教えてほしいな。踊ってるとこ想像するだけでめちゃくちゃ面白いもんな。自信持ってやってみるね。うん、春はやる気になっているだろ。かわいい、ノワールのポーズやってる。早速だけど、ん、おさらいも兼ねて練習していこうかな。うん、よかったら一緒にどう。え、基本ぐらいなら教えられるよ。手取り足取り、あざっす。うん、よろしくお願いします。急に、急に弟子入りみたいな感じで言ったな。じゃあ最初はストレッチから行こうか。うん、開脚できる。うん、あ、うん、とりあえず軽く180度足開いて、リュウジ連れてくるね。この夢って、いや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 、その通りになるんだよね。怖い怖い、斬新な詰め方。床にペターンとつく感じ。大丈夫、きっとできるよ。すごい股関節がボキボキ言いそうだな。バレエの基礎を叩き込まれた後部屋に帰った。いいな、ほのぼのするな。なにこれ、あ、ビーバーリング。あー、なるほどね、サポートね。お、コミランクさんが解禁か。よし、じゃあ今日戻るか。じゃあ今日はね、皆さん待ちに待った、やっぱ明智だよね。明智で踊りますか。それで行こうか。うん。で、衣装なんだけど、
まあ明智に余計なんかアクセサリーはさせたくない気もするな。でもまあアクセサリーを使って踊らないとね、まこちゃんの解放条件が達成できない、あいい笑顔できないんだけど、まあちょっと普通に踊ってもらうか。あ、意外な組み合わせ。まあ意外でもないか、もともと知り合いだったし、さえちゃんのつながりで。基礎的なところから進めていこうか。全く動じてない。おお、久しぶりだな、ケチ、元気か。よし、こうだ。どうした？どうだ。言い訳していい？さっきまでちょっとイージーモードで遊んでたからさ、ちょっとなんかレベル高くなったなっていう戸惑い。どうだ。どうだ。どうだ。難しい。笑わせるなよ。出しちゃいけない本性出てるよ。ダンスなんで背負ってるな。楽しかったよ。ありがとう。怖いよこの人。いやいやいや。今更そのテンションに戻っても もう遅いよ。あー面白かった。脇役は引っ込んでないよとか言ってた。じゃあ次誰しようかな。あ、そうだそうだ、ラストサプライズがね解放されたんですよね。見てみたいな。いやし、お、かっこいい。これは PV みたいな感じかな。これ最初のやつかな。転校初日、あ、違った、終わりだ、終わりの方だ。あれどっちだ、ちょっと。かわいい。あ、リュウジ懐かしいな。
あ、このシーン見たい。途中までめっちゃコンボ続いてたのに。うわ、ここもいいシーンだな。急に最後難しかった。はあ。いや、結構惜しかったよね。楽曲がどんどん追加されていく、嬉しい。よし。あ、今日なんかもうどんどんやりたいな。もう、ああ、なるほど。ちょっと双葉に癒されるか。おいっす。怒りや長介ないよ。あ、これじゃねえや。いつも間違える。あれ、アクセサリーどれだっけ。あ、これか。こんなサングラスしてる双葉見たくねえな。頭にジョーカーでも乗せとくから。なんかいろんな種類をやんないといけないらしいからさ。じゃあヘッドホンをやるか。違和感ないし。よし、 GO。 おう、双葉のダンスが一番見てて癒されるんだよな。出だし気をつけて。美しい。なかなかいいね。難しい。お楽しみはこれからよ。盛り上がってきた。いいぞ、もっとだ。オッケー、やってやれ。よし、いける。しゃあ、ぶちかましてやれ。素晴らしかったよ、ただ大きな仲間。ありがとう。
難しいな。会場の視線を独り占めだね。俺たちは視線のために踊るわけではないかな。はい、フィーボーフラグ来た。難しい。ステージ揺れたし。はい。かわいい。ただただ双葉がかわいいやつだった。よし。でもできたからオッケーだ。そうそうそう、できたらオッケーよ。あ、すげえ、リミックスバージョンもあるんだ。あー、じゃあ、これやりたいな。これもオープニング曲の PV みたいなやつをやるのかな。かっこいい。あ、びっくりした。ちょっと油断してた今。かっこいい。難しい。オープニングかっこよ。難しいけど。難しい。ちょっとパリ食った。Oh, no.
難しいけどめちゃくちゃいい曲だった。すげー楽しかった。よし、じゃあ今日はコミュイベント2つくらいやろうかな。もう2つぐらい、誰がいいかな。んじゃあリュウジ、火事終わったい死ぬの何それ、家事をするか死ぬか。おお、死にそうな顔してんな。リュウジに呼ばれクラブベルベットにやってきた。部屋にはリュウジがいる。なあ、ここって夢の中なんだよな。夢の中でも腹って減るのか。みんな同じこと言ってんだなんだよ、それ以外話題ないのか。うん、いきなりどうした。いや、練習とかしてんのに食い物なくなったらやべえじゃん。夢だから腹減らないよ。部屋の中カップ麺しかねえし絶対足りねえ。なんで逆にカップ麺はあるんだよ食うのも練習のうち的な体育会系の常識だろ。体育会系の常識を夢の中に適応させようとするなお前は噛んじゃった。とりあえず部屋にあった宅配ピザのチラシに電話してみたんだよなんで部屋に宅配ピザのチラシあんの。したらいきなりあの双子が出やがってさ。おう、どうしたの。何の用だとか言われてえ、それ頼めばピザ運んできてくれたんじゃないの。普通には通じねえんだな。夢だから当たり前なのかもしんねえけど。で、次の宅配弁当のチラシにかけてみたんだ、うん、何種類のチラシをお持ちで。したら誰が出たと思う。またあの双子だろう。うん、お母さん。なんでお袋だ多分寝てるし。まあそうだよな。またあの双子でさ、うん、何の用でしょうとか言って速攻切った。カロリーヌが前者で後者がジュスティールだな。でさ、うん、こっから本題な。本題。溜めるね。なんだそのドヤ顔。まあ、しょうもない話だったらお前ずっと鼻眼鏡つけさせてダンスさせるからな。例のチラシあったからかけてみたんだよ。三島がいた時の覚えてるか。なんだっけ、名前忘れたけど、まあベッキーがいたやつだよね。あのメイドの家事代行サービスな。したらまた双子に失礼しようと怒鳴られたわ全部そこで繋がってるんだ。でも今度は、うん、家事ができる女だな。え、だったら届けるとか言い出したよ。え、ベッキー来んの。これメイドの手料理食えんじゃね。うん、何作ってもらう。まあ少なくとも俺が知ってるメイドはカップ麺入れただけでドヤ顔してたけどな。カップ麺だよ。いやそれわざわざ作ってもらう意味なくね。そう、俺が知ってるね、俺が知ってるメイドさんはカップ麺にお湯を入れることを料理って言ってたあー、でも自分で作れるものを人に作ってもらうとか、なんか貴族感があんな。ね、あるあるね。自分の洗濯物をコインランドリーでやってる間ね、他の女に見させて別の女に会いに行くとかね、貴族感あるねフロアで待てって言われたからお前も呼んだんだよ。ほう、多分。え、もうすぐ来んじゃね。マジで。ちょっと待ってみようぜ。ちょっとそれは楽しみだな。ベッキー、ベッキー来い、頼む。ベッキー、期待するリュウジと一緒にしばらく待ってみた。どうしたの？練習？いや、別に別にな、何もないよな、リュウジな。うん、あ、いや、まあそんな感じ。そうそうそう、人生によっていろんな経験って必要だからね。つうか、俺らここしばらく使うから、うん、部屋とか戻った方がいいんじゃね。そう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 、絶対戻った方がいい。うん、鍵かけとけ、ここの部屋。うん、
困ったわね。フロアに行けって言われてきたんだけど。え、メイドさん？まこちゃん家事代行サービスやってくれんの？はあ、部屋で休んでたら、うん、急に電話がかかってきて、驚いて出たらあの双子からで、ほう、急にフロアで待ってる人がいる。とにかく行けばわかるって言われたの。雑な仕事しやがって。あなたたち何か聞いてる？いや俺は知らない、俺は知らないけど、リュウジなら何か知ってんじゃないかな。ねえリュウジ。え、いや別に。何も。うん、そう、料理作れる？料理？うん、何のこと？リュウジの顔が、お前よくそれ言ったなって顔してる。お前余計なこと言う。ともかくあなたたちが私を呼んだの？うん、リュウジが呼んだ。一体何が目的？あ、うん、ことと次第によっては。え、鉄拳制裁？だから何でもねえんだって。うん、違うよ。リュウジと一緒に厳しく追及された後、部屋に戻った。おい、ベッキーはいないのか？あ、モルガロのコミュランク、チャレンジの項目を5種類。あー、そっかそっか、なるほどね。じゃあ怪盗団のマスコット、これ見るかな。あ、はるちゃんも一緒だ。モナちゃんダンス上手なんだね、知らなかった。うん、なんだはる、お前もしかして惚れた？よし、殴っていいぞ。はるちゃんいいよ、殴っていい。うん、動物虐待には多分当たらない、夢の中だから。うんうん、違うよ。ちゃんと笑顔でし、否定されてる。でもダメだぜ、我が輩って一途だから。あー、そこは飼い主に睨なかったんだな。だから違うんだけど、まあでも無理もないかな。うん、我が輩のクールでクレバーな魅力。うん、それを言うなら、お、頑張ってる感じが可愛くて、うん、それは魅力的に見えたかな。そう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 、わかるよ、今モルガナの気持ち。普段可愛いとか言われる系の男子って、可愛いよりもかっこいいって言ってほしいんだよね、モルガナね。わかるぞ、俺は気持ちがわかるぞ、モルガナ。やっぱり我が輩ってマスコットなのかな。俺のロイヤルの実況の時もモルガナが出た時のなんかサムネのタイトルが確かマスコットかなっていうサムネだった気がする。うん、マスコットは嫌なの？ごめん、なんか私変なこと言っちゃった？うん、全然全然。モナちゃん、いや、自分のキャラについてマジで考えた方がいいかも。今まではどっちかっつーとセクシーで大人な感じだったけど、あ、うん、あ、え？違う次元のモルガラの話してる？クールでクレバーだったけど、春に我が輩の魅力が正しく伝わってねえってことは、なんだその顔。やっぱ見せ方を変えてった方が。あー、見せ方は大事だよね、セルフブランディングってやつだね。あの、何の話なのかいまいちよくわかんないけど、うん、モナちゃんのダンス私は好きだな。だってよかったね、好き。だってモナちゃんらしいから。うん、なんでお前好きって言われてなんかドキッてするって、お前思春期か本当に。ね、うん、いろんな意味で真似できない。そうか、我が輩らしさか。そう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 、誰にも負けてないよ。うん、ってことは可愛いは我が輩らしさで、あ、うん、ってことは、おー、あ、うん、好きってことじゃねえか。ああ、うん、もうそういうことにしとこう。なんかわかるかな、この例え伝わる人には伝わると思うんだけど、なんかしんちゃんを見ている七子お姉さんみたいな感じで微笑ましいよね。うーん、可愛いぞ。なんでだよ。あ、とりあえずなんか立ち直ってよかったわ。我が輩に迷いはないぜ。うん、この宴盛り上げてくからな。頼むよモルガナ。モルガナはとても満足そうだ。よし、このまま練習だ。このまま、このダンスにかける我が輩の意気込みどうよ。あ、え、あ、か、か、か、く、か、く、あ、
プール。おだてとこ。かわいいな。よかった、モナちゃん。元気になってくれて。うん。でも、なんかさっき、アンがどうとか。うん、あ、なんかあれじゃない？あ、アンドーナツの話だよな。なんかな、お腹空いたなってな、そういう話だよな。二人とも、我が輩のお手本、しっかり見とけよ。はーい。みんなでしばらく練習して、部屋に帰った。あー、かわいいなあ、モルガナは。アイギス衣装。おー、いいね。どん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 、こう、みんなとのイベント楽しいね。まあ、ちょっとここにさ、明智とかがいないのはちょっと寂しいけど。まあ、いいでしょう。ということで、今回もご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。では、バイバーイ。